昨日コーチングのセッションをね、録画してたんです。この中からも何人か来てくださいましたね。参加された方ありがとうございます、ありがとうございます。非常に多くの方に来ていただきました。で、ビデオを出しますんで、まあ、ちょっと言えば編集にもうちょっとだけ時間かかりますけど、出たら見てみてください。とにかくスタイルとか出し惜しみしないとかね、それをやりきろうっていうのが僕の、そのポリシーでもあります。で、嫌なんですよ。みんなね、密室でコーチングやってるのが嫌なんだ。その誰が何やってるのか、どんなことができるのか、どんな可能性があるのかが本当にわからない。で、平本さんはそこに風穴を開けようとしてコーチングライブをやってます。で、僕は別の形で風穴を開けようと思ってるんです。自分の師匠が本気でコーチングやってる姿とか、実際のセッションで何やってるのか見たことがない人がいっぱいいるわけです。小的なとかパフォーマンス的なものは見たことがあったりとか、スーパービジョンでちょっとアイデアくれるけど、自分の師匠が何やってるのか本当の意味で見たことがないコーチでいます。実際にクラスの、ね、形の決まったデモンストレーションしか見たことがないとかね、そういう人いっぱいいます。それからカウンセリング業界もそうです。本当の意味で自分の師匠がリアルに生の問題持ち込まれたらどういうことが起きるのか、何をやってるのか知らない人がいっぱいいます。で、おかしいと思うんです。で、みんなもっとそれを公開すればいいし、で、みんなで切磋琢磨すればいいと思うんです。僕にも先輩もいるし、僕にも先生もいます。で、彼らも見ちゃうんです。で、どうだって胸張ってやれるようなものだけじゃないです、やっぱり撮ってみると。 でも何かの役に立つんだったら、一石投じられるんだったらともやってるんです。で、やっぱりその自分の姿勢を見て、だから僕から学びたいとか、僕のコーチング受けたいって言ってくれる人がいるんです。で、ぜひそれをやりたいので、昨日ねやってた時にね、こういう質問があったんですよ。いい意味でですけど、大樹さんのコーチングって本当にしつこいですよねって言われたんです。で、まだその意味がちょっと実感できない人とか、よくわからない人はぜひビデオを見てください。で、本当にしつこいです。多分私だったら途中でここまで行かなくても、もう気づきが出てきてるからやめちゃうんだとか、次の方向行くんだっていうところで、しつこくしつこく話を聞きます。で、本当はどうなりたいのとか、本当に何したいのとか、どんな気持ちなのって、具体的にそれどういうことって、しつこくしつこく聞きます。で、ワークプロセス自体も本当にしつこいです。同じようなこと何回もやります。で、なんでなんですかって聞かれました。どこまでやるんですかって、どこになったらやめるんですか、その基準は何なんですかって聞かれました。で、基準は明白なんです。僕にとっては、僕はコーチングにおいて気づきというものは単体ではそんなに重要視してないです。何かに気づいたからといって、それだけで人生は変わらないと思ってるからです。その気づきが本当に定着すること、実感を持って定着すること、その人の人生の一部になるところまでセッションの中でやりたいっていうのが僕のもう一つのこだわりなんです。だからしつこいんです。その人が未来行っても過去行っても現在行っても、他の人の立場でやっぱりこれが大切だと、もうすでにできてると、あ、こんなやり方もこんなやり方もあると、やったらこうなるんだと、どうする、いや、やるしかないでしょと、本当にやるしかないでしょ、だってそれが俺の人生だからって本当に思えるところまでゴリゴリ行きたいっていうことです。何のためにいるのか、気がついてもらうためにいるわけじゃないからです。人生を変えてもらうためにいるからです。しかも忙しくなっちゃったから、その継続のセッションがまず取れないわけです。で、シングルセッションで相手の関わろうと思ったら、もうその人生1回のセッションで少しでもインパクトを与えたいっていうことです。定着させたい、変化を見たい、だからゴリゴリやるんです。で、逆にゴリゴリやるからこそ、それを嫌がられないだけの信頼関係も徹底してこだわって作るし、そして本人がそれをしつこいなって思わないようないろんな味付けの仕方をしながら、でもしつこくやるんです。それは定着させたいからです。結果を出させたいからです。で、そのことに対してもこだわりがあるんです。だから、はためから見たところ、ちょっと見たら僕のコーチングってすごいしつこいんです。同じようなことを繰り返し聞くし、同じようなことを繰り返しやるんです。なんでか、結果を出すことにコミットしてるからです。この一瞬で人生にインパクトを作るんだっていうことを考えてるからです。ねえ、昨日ね、マジ受けましたよね、コーチングね、はい、猛烈にしつこいんです。もう汗まみれになってね、ね、もう本当に1時間それこそ走る、一緒になって走り回るようなね、同じこと繰り返し繰り返しやるんです。なんでかです。本当に彼に関わるって決めたら、その時間の中で人生を変えたいからです。非常にね、大きなテーマを持ち込んでくれました昨日ね。ね、このクラスの仲間でも知ってる人もいるかもしれないけど、ね、そのイップスっていうね、症状についてコーチングを受けたいんだって言ってくれました。ゴルフなんかでよく聞くよね。要はもうスランプの一種だけど、もうゴルフなんかだと典型的なパターン、打てなくなっちゃうってことですよね。どう打っていいのか分かんないとかね。で、打てたとしても変なとこ、力が変なとこ飛んでくってことです。で、彼はもう子供の時からずっと野球やってるけど、ある出来事があって、その時以来ある特定の状況になると球が投げれなくなっちゃうんだ。取っても投げれないの。投げようと思えば思うほど変な方に球が飛んでっちゃうんだ。
でそれを何とかしたいんだって言って持ち込んでくれたわけです。もう言ってくれたからには、受けるって決めたからには時間の中で絶対に何とかしたいんだ。で完璧に直そうとは思ってないです。ただちょっとでも変化が作りたいんですよ。あの時やっぱり受けてよかったって言ってもらいたいし、少なくともコーチと本当に一生懸命やれたから絶対変われるって気持ちを持ってもらいたいんですよ。だからどんなになっても徹底してしつこくやるんです。ぜひね、見てない人ビデオ見てください。どこまでしつこくやるかっていうことです。でそれがクライアントに何を残すのかっていうことです。でそれもまた僕のこだわりなんです。僕のことを選んでくれるクライアントっていうのはそこを見てくれてるんです。あいつはとにかくがむしゃらにやるよなってことです。2人で汗まみれになってやってるんです。何を大切にするか、自分が大切にするポイントっていうのを本当に選んでいただきたいなと思います。10分間休憩を取ります。で今日はちょっとしつこいんですが、このペアでもうワンセッションやります。なんでかというと、もうお互いのことがいっぱい分かってるからです。でこの紙もまた使います。最後にやるのがセールストークを、ここからセールストークを組み上げていくっていうことです。お楽しみにどうぞ。10分間休憩です。ありがとうございます。